皆さんこんにちは、マダルゲルビッシュです。では今回は、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、ランバラル編、続きをプレイしていきたいと思います。順調にいいプレイの方を進めていまして、前回は、ここベルファスト基地の攻略完了しています。今回はその続きですね。北京までユーラシア大陸を横断して進攻戦を行っていきたいと思います。現在、ジョン軍が持っている特別拠点11になるんですが、これが12、つまりあと1つ増えるとですね、ジャブロー攻略戦ができるようになりますので、まずはそこまで頑張って進めていきたいというふうに思います。まあ、最序盤、そこはね、確かに手こずってしまいましたが、その後、キュベレイのハマンを参戦したことによって、だいぶ状況変わりましたからね。今回は北京攻略戦、進めていきたいと思います。養成するモビルスーツなんですけども、まだ残念ながら3連星専用のドブ。あるいは、ランバラル専用のドブ。もちろんゲルグも含めて、養成ができない状態なので、ドムとローベンとズゴック、これを中心に養成を行って、ランバラル隊の底上げをしておきたいと思います。あと、ニムバスもですね、イフリート、今乗っているんですが、これイフリート回にしたいところなんですけども、誰かがイフリート回をすでに養成してしまっていてですね、生産上限が1しかないイフリート回がもう養成できない状態になっています。今回新しくランバラル隊に参加してもらったニムバスは、イフリート回が空いたらイフリート回に。黒い3連星、ガイア・オルテガ・マッシュは3連星専用止める。そしてガトー、レズナー、カリウス。彼らは一旦ドムトローベンに乗ってもらおうかなと思います。でガトーに関しては専用のゲルググあるんですが、まあなかなかね、そこにたどり着くのには時間がかかるのかなというふうに現状では思っています。北京に向けてランバラル隊進軍中なんですけども、宇宙の方があまりよろしくない状態になってます。現状ですね、ソロモンなんですけども、連邦に攻め込まれていて、このままだと疾患する恐れがありますね。味方の部隊数も少ない中、敵の大部隊が迫ってきているという状況です。これもしですね、ソロモンが落ちたりなんかすると、特別拠点の数が今11から10に減ってしまって、仮に北京を落としても11になるだけで、これ12に戻さないと、ジャブロー攻略作戦が発動されなくなってしまうので、トリントン基地を落とさないといけないという、まあさらに手間が増えるというのがあるので、なんとかソロモンには、持ちこたえてもらいたいなというところなんですけどね、ちょっと厳しそうですね。さあ、ソロモンの攻防戦ですね。まあ、ここにランバラル隊は一人もいないので、見守ることしかできないんですが、敵の方が部隊数が多いというのもあって、苦戦の予感がしますが、なんとかこらえてほしいところですよね。このターンはこらえきれそうですね。戦闘を中断します。このままソロモン頑張って持ちこたえてる間に北京の攻略を急ぎたいと思います。再びソロモン戦ですね。戦闘を再開します。ここをこらえないと本当に苦しくなってくるので頑張ってこらえてほしい局面に入ってきています。一進一退の攻防ですが、なんとか切り抜けられそうですかね。戦闘を中断します。このままうまくソロモン戦頑張ってくれてる間に今北京の方はもうすぐ基地に取り付けるというところですね。敵が出てきているので、まずこの敵の排除と、あとですね、マドラス、これはジオン軍の基地ですが、これと北京から出てきている連邦軍がちょうど中間地点、どうだろう、ミャンマーとかね、そのあたりで激突してますので、
ここをうまく切り抜けてですね、マドラス基地からも援軍が入ってくれるようにアシスト決めていきたいと思います。まずはまあもうここまで来たらキュベレイガンガン使っちゃいましょう。まあどうなんだいというのはもちろんあると思うんですが、惜しみなくキュベレイ、ハマギラ動画、レズン、このあたりを使っていきます。ダンバラル、そしてガルバ、まあ、このあたりもね、もう使っていっちゃいましょう。では、北京の方に侵入していきます。できるだけ一度に数を多く送り込みたいので、発進できるものから発進して、一気に侵入する数を水増ししていきましょう。まだ、三連星ではですね、残念ながら専用ドム支給できていないんですけども、ドムトローベンに全員乗り換えてもらっています。まずガイア、レベル8、まだまだこれからですね。オルテガもレベル8です。そしてマッシュもレベル8。いずれもドムトローベンに乗ってもらっています。発進します。では、北京の攻略戦です。約半分、23部隊投入しています。北京の守り、連邦軍ですが39部隊。士官はいないというところなので、まあ、キュベレイ、あとは、レズンのギラドーガ、ガルマのガンダム、3連星のドムトローベ、このあたりを前面に出して戦っていきます。ここはレズン。ガルマ、ランバラルですね。ジムストライカー孤立していた一機を撃破しています。このまま基地中心部目指していきましょう。まあ、ガルマとランバラルに関してはもうちょっとしっかりレベリングしていってあげたいなというのもありますので、まあ、どこまで、レベリングできるかというので、ちょっと見据えながら戦っていきたいと思います。この状態、この進行度になってもなお邪魔臭いのがフィッシュアイですね。フィッシュアイが本当に強い。なのでまあこのフィッシュアイはあまり相手にしたくないなというのが、まあ、率直な今の思いではあるんですけども、まあ、なんとかね回避しながら戦っていきたいと思います。基地中心部はもう開けましたね。まあ、この次のターンで、まあ、まず間違いなく基地中心部に部隊スタックされるとは思いますけど、ここはキュベレイ、そしてドムトローベに乗ったガイア、ウルテガ、マッシュの3連戦ですね。まあ、キュベレイはもう、能力的に、そしてハマーンのスペック的にも全く問題ない強さありますし、まあ、ガイア、ウルテガ、マッシュ、3連星もね、強いですからね。ソロモンは無事に防衛できたようなんですけども、今度ハワイが敵の強襲を受けてまして、このハワイも危ない状況になってますね。このハワイが落とされても、ジャブロー攻略作戦が提案されなくなるので、ハワイの動向も見守っておきたいと思います。場合によってはね、ハワイに関しては急ぎ援軍を送るというのも考えたいと思います。で、ちょっとご紹介はしてなかったんですけども、実は、この後の戦いを見据えてですね、マットアングラー、これまであんまり使う機会なかったんですけども、マットアングラーを要請してあります。なので、このマッドアングラーが手に入ればですね、北京からハワイまで、もうあっという間に到着することもできるんじゃないかな、というふうに思いますね。では、基地中心部を制圧して、この北京基地の攻略、完了していきたいと思います。基地中心部の制圧に成功しました。敵残存戦力を相当してください。ランバラル中佐。ドズル閣下からの指令書をお送りします。はい。
ジャブロー攻略作戦が発動できるようになりました。ちょっと時間かかってしまいましたが、いよいよランバラル編、ベリーハードチャレンジ、最後のね、ミッションにたどり着けました。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ジャブロー攻略作戦をプレイしていきたいと思います。いよいよ、ジャブローですね。あなたを信じておりました。この戦いに勝てば将軍の座も夢ではありません。お父上の無念を晴らす機会も。そのようなことは考えておらん。今の私を慕ってくれるお前と部下が全てなのだからな。ありがとう。最後までお付き合いいたします。